テレビ。皆さんこんにちは、私熊本獅子舞保存会会長の獅子十六蔵でございます。今日はですね、熊本のいいところ、おいしいところを紹介したいと思いますが、こちらバック見てください。熊本城、震災でねボロボロになったんですけども、やっと復興が叶いました。ここの天守閣に登りまーす。ちょっとその格好ではですね、あのお城の中、すいません、ちょっとご遠慮いただくような形になります。え、どんどん国旗獅子舞、縁起物ですよ。縁起物で他のお客様の手前がございますので、これあのご利益あるんですよ。いや、ご利益は別としてですね、はい、申し訳ないんですけども、その格好でちょっとご入園いただくことにはいかないんですよ。そうなんですか。じゃあ着替えなきゃいけない。そうですね、僕にとってはこれフォーマルな衣装なんですけど、フォーマル、あの他の皆様にはちょっとフォーマルかどうか判断がつきかねますので。わかりました、申し訳ございませんが。じゃあ着替えてから行きます。すいません、頑張ります。はい、こちらが1607年に加藤清正が築城した熊本城です。1607年加藤清正築城、すごいですね。人災でもでもボロボロになりましたもんね。そうですね、あの大天守、小天守に関してはもうあの昨年ですね、あの復興の方が完了しましたので、はい、もうここはもう大体完了という、はい、そういうことになります。でもまだまだやるところあるでしょう。はい、まだそうですね、全体的に復興というのは2037年度をめどにですね、復興計画というのを立てまして実施しておりますけど、はい、まだまだですね、時間が、まあ、かかるというところ。でも観光客もだいぶ戻ってきましたね。そうですね、海外の方はまだ、うん、まあ、コロナの影響等で、まあ、お見かけはまだしませんけども、うんうんうん、修学旅行でありますとか、あの観光客の方はだいぶ戻ってこられたと思います。やっと戻ってきたって感じですね。はい、おめでとう。はい、こちらの神社がですね、加藤清正公が祀られている加藤神社でございます。もう熊本城のすぐ横にあります。ここに今日はちょっとね、お参りをしてみたいと思います。チャンネル登録をよろしくお願いします。高評価もね、よろしくお願いします。